新しい朝が来た。希望の、アーサーが、さあジョード平に行くず。バンダイアガツマスカイライン、通行止め解除されてないわ。この世に希望なんてねえ。じゃあ、今回はどこに来たんだ？前回泊まった土湯温泉から車で30分ほどの遠藤ヶ滝遊歩道に来たのよ。ここの遊歩道はぐるっと回ることができないじゃん。広めの道を少し歩くと不動尊があるわ。遊歩道の途中なのにこれだけ立派なお堂があるのはすげえな。ここの右奥から遊歩道が続いているわね。謎の交差点にゃん。交差点って書いてあるけど完全にただの一方向の橋よね。きっとここを通る人々の気持ちが交差してるんだぜ。呪いか何かかな。不動尊から15分くらいで三日月の滝があるわ。どうしたの？腹からエイリアンでも生まれそうな声出して。いや、三日月っていうよりも、温泉饅頭の滝に見え。ここからすぐに遠藤ヶ滝があるわ。鎌倉時代の僧の遠藤さんが撃たれたことからこの名前になったそうよ。つまりここで私が滝に撃たれれば、霧雨マリサ滝になりぶしゃー。さあ次に行きましょう。結局昼間になっても、バンダイアガツマスカイラインの通行止めは解除されなかったわ。残念だけど、気を取り直してお昼ご飯までは気になったところを回ってみたわ。原田公園ね。いろいろと謎の公園だったけど、展望台からの景色が素敵よ。お次は二本松城市ね。本丸まで行くと結構登るから、散歩にも良いしここも景色も素敵だわ。お次は道の駅足立の登りよ。ここの面白いところは、さっき登りって言ったようにこっちが道の駅の登りで、道を挟んで反対側が下りだぜ。あら、お帰りなさい遠藤さん。滝に名前乗っ取られとる。登りでは落王紅茶俺ソフトクリームとネギ取りメンチをいただくぜ。どっちもうめえ。下りではパン屋の二本松ベーカリーでお買い物したわ。幻のクリームパンと黒いミートチーズパンを買ったけど、どっちも美味しかったわね。次はどこに行くんだ？これでプチ観光も最後なんだけど、連邦軍の新型兵器を見に行くわ。え？福島にそんなものが。そうよ、出ろー。ガンダーム。ガンダム福島の大地に立つにょん。なんぞこれ？何ってガンダムでしょ。いやだって、武器が、顔が。そして、大志くんって誰？後ろでは野菜が無人販売されてるしな。これは地元の鉄作家の方が作った遺作なのだそうよ。地元の方に塗り直されたり、観光バスのルートになったりと今も愛されているのよ。それは良い話なんだぜ。いつまでも残ってほしいわよね。さあ旅を締めくくるのはここだ。ドラマの孤独のグルメに出てきた、モーギドライブイン。ドラマのテーブル席じゃなくて、座敷へ座ったわ。ドラマだと焼肉定食と、和風オイル焼肉単品だったけど、ドラマ見てて気になっていた、特製焼肉定食をライス大盛りで行きましょう。周りの客はライスを何か半分でって人も多いのに大盛り、いけるのか？霊夢？相手は未知数、でもやってみるわ。なんじゃこりゃー。ご飯が4人家族の大皿料理を入れるような器にたっぷり来たわね。周囲のひそひそ声が聞こえるんだぜ。特製焼肉は厚切りで柔らかく、こってりタレが美味しいわ。豚汁も飛んできた。さっぱりしゃっきりでうまいぜ。このマカロニポテトサラダも、焼肉のタレがつくとおかずにブーストされるわ。ご飯自体もうまいから、バクバク食えるぜ。バクバク食っても全然減らないけどな。ごちそうさまでした。さあ、帰りましょう。今回の旅も楽しかったぜ。バンダイアガツマスカイラインをゆっくり観光できなかったのが残念だけどな。そうね、また今度来ましょう。それじゃあまた次の旅で、料理動画で会いましょう。旅が料理に侵食されていく。帰りに寄った道の駅で、おとんの切り身が売っててめちゃくちゃビビったにょん。ブランド豚のことだったにょん。